皆さんこんにちは、小千田塾の小千田です。子供の時はね、結構ね、金縛りにね、よくあったんですよね。子供の時とかも、なんか毎晩のように金縛りに、また来た、来た、みたいな感じで、ね、それでなんか毎晩なりすぎて、解き方が分かってしまったみたいなね、金縛りの解き方というわけで、小千田は金縛りの解き方を教えられますので、ぜひ塾へ来てください。小千田式日本教室、しつこいんですけど、2をですね、やらせてください。二角の用法ですね。ちょっとまあ、この辺ちょっと端々の、端々っていうかまあ、最初のやつは典型例なんですけど、割となんかこう珍しいタイプの、もう意味を持ってる2っていうのを紹介していこうと思います。まず1個目です。所有者。これはですね、結局その、存在場所っていうね、最初の方の動画でやったと思うんですけど、存在場所にも通ずるものがありまして、特にコンビネーションとして2は、ね、2はなおかつ、ここなんですよ。いますとかありますっていうふうに、まあ、もちろんね、これも存在を表すんですけど、もしこの文のパターン、小千田には、みたいな、小千田には、みたいな、小千田には兄弟が一人いますって言ったら、結局その兄弟という画角で示された、ものに関しての所有者が小千田なんだよっていうことを、この2話のコンビネーションで表している。まあ特に2が表しているというふうに、考えると。さらに、小千田には才能があります。いますだけじゃなくて、ありますもいけるんですね。特にこういう才能とか夢とか、情熱とか、そういった抽象的な属性を持つ名詞っていうのが、画角に示された場合、その才能の所有者は2で示された小千田だよっていうふうに持っている人物を2によって表す、ね、画角で示されたものを持っている人物を2で表すっていうのがこの所有者、ね、まあそこにその所有しているこの2画で表されたところに存在しているって考えたら、存在の意味とは同じなんですけど、存在っていうのは単純に物とかがね、どこに存在してるのか、所有者では誰が持ってるのかっていうことを表すっていうことで少し違いがあるぞっていうふうによく言われます。さらに、もう一個ですね。これはちょっとね、さらに関係なくなってくるんですけど、原因。動作の原因を表すんですね。例えば、酔う。ね、こう酔っちゃうっていうのに関して、何が原因かって言ったら、酒が原因で酔ったっていうことで、酒に酔ったっていうふうに言うと。さらに、失望したと書いてあって、その結果によって失望した。で、特に感情を表す言葉が結構多くて、まあ、酔うとかもあるんですけど、驚くとか、感動するとかね、そんな言葉、例えばに、驚くとかね、例えば、幽霊に驚くとかね、言いますよね、感動する。まあ、絵画、美しい絵画に感動するとかっていうふうに、なんで感動したのか、なんで驚いたのか。なんで失望したのかっていうふうに、その、まあ、感情の原因を表すときによく2を使うんだぞっていうことですね、覚えておいてください。というわけで今日は、まあ、二角の中の用法で、存在の意味に近いものとして、所有者、所有している人物を示すに、特に2はというコンビネーション、これは結構文型が決まりきっているので、また所有文とか存在文の時の紹介の時にやっていこうと思います。さらに原因ですね。これ動作の原因を表すということで、まあ、酔うなんていうものもあるんですけど、多くが失望したとか、驚くとか、感動するとか、そんな言葉で、感情の原因が何だったのかということを表す。割とね、一時的な、感情が多いよというふうに言われています。ということで、この二つですね。ちょっと原因は特に特殊な用法ではあるんですけど、ぜひしっかり、押さえて、おいていただけたらいいかなと思います。今日はありがとうございました。皆さん、最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。小学生、中学生の皆さんに向けた勉強内容や勉強方法について動画をお伝えしております。チャンネル登録、高評価お待ちしております。ではまた明日の授業で会いましょう。